ビンテンバイエル岡崎ビンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。Everything を弾こうその3、第3週目です。チューニングはスタンダード、そしてカポは2フレットでお届けしております。元になるアレンジ譜面、これはリッドミュージックから出されております、フィンガースタイルで弾くソロギター名曲集の第3週ですね。追憶のメロディ、こちらの譜面を参考に レッスンを進めておりますが、 A パートの2小節目まで行きましたね。 A パートに入ったところから、もう一度テンポを落としておさらいをしていきます。この A パート、今2小節間やりましたけど、さあその2小節目、F メジャー7ですね。さあその次の E フラット9っていうコードです。フォームとしては4弦目の1フレットをベース音に、3弦は開放、2弦は2フレット、1弦は1フレットと抑えられておりますけど、これ見慣れないコードかと思います。元を正せばですね、6フレットあたりですね、5弦目6フレットをベースにしたこう一般的なナインスコード、これと全く音の構成は一緒です。それを、使う弦を変えて、1本弦を下側にずらしたフォームですね。これで E フラット9です。そして、押さえ替えて、3弦の2フレット、ここがメロディーがクッて入るところですね。3小節目に入ります。この時に、最初の、4弦開放のベースから2拍目の、今度はコードが変わって6弦の 2フレット目、ここがベースになりますが、左手親指で押さえます。そして、G コード。さあ次はちょっと難しい押さえ方です。2弦の3フレット、そして3弦の2フレットをそれぞれ小指中指で押さえて、ベース音の6弦1フレットは親指ですですね。その次は、この1本飛ばしの弾き方になりますけど、2弦の開放、そして4弦の1フレット、これですね。フォームとしては、こういう F7 のフラット5というコードですけど、これが一度に抑えられるように練習してみてください。もう一度その小節3小節目からいってみます。そして、次の小節ですね。ここの、2小節間にまたがったアップリングは多少難しいかもしれませんけど、3弦の2フレットから開放へのプリングです。押さえ方としては難しくありません。そして、次の Am9、さあ次も押さえ方は難しくないんですけど、これも見慣れないコードです。これは G の 9th っていうフォームで、コードフォームですね。その今度は4弦目、4フレット、6弦目4フレット、この2本を2フレット下にスライドさせます。そして次のコードに入ります。ここは F シャープマイナー7のフラット5というコード。ここは、2拍の間はフォームは動きませんね。さあその次に Fm6 と続きますが、この小節からまた次週の解説としましょう。今日のリンテンバイエルいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターレッスンにおける悩み、ご相談、あるいはご質問、何でも受け付けますのでね、どしどしお寄せください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。
またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、皆さんのギター向上にぜひお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。